猫背の謙虚だみたいな言い方で小胸筋をね結構悪者扱いしている方が非常に多いなと思うんですけれども、今日はですねこの小胸筋を擁護しようと思います。皆さんこんにちは、猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰拓也です。今日この動画で伝えたいことの結論から今日は言っちゃいます。はい、筋肉を効率よく使いたいなら使いやすいポジションにセットアップしよう、そんなお話をさせていただきます。このね動画を見ていただいている方の多くがですね、もっと体をうまく動かしたいとか、痛みなく体を動かしたい、あとはまあ猫背を解消して見た目を良くしたい、そんな方がね多いんじゃないかなというふうに思います。今日は世間一般で言われているある筋肉を緩めましょうみたいな話ではなくですね、どういうふうにその筋肉が働ける環境を作っていったらいいのかなっていう視点でお話をしていこうと思っております。猫背というとよく出てくる筋肉、小胸筋っていう小さな胸の筋肉って書いて小胸筋っていうね筋肉、皆さんよくね聞いたことあるんじゃないかなというふうに思います。猫背の元凶だみたいな言い方で小胸筋をね結構悪者扱いしている方が非常に多いなと思うんですけれども、今日はですねこの小胸筋を擁護しようと思います。小胸筋を擁護しようと思います。小胸筋を擁護しようと思います。小胸筋っていうのは、肩甲骨の向こう突起と、あとは前の肋骨ですね、前の肋骨についているので、小胸筋が働くことによって肩甲骨が前に持ってかれて体が潰れやすくなってしまいますよなんていうね言われ方をもちろんしています。ただ肩甲骨のね動きだけにフォーカスすると、小胸筋っていうのはこうついてるところから下方回線、こうやって内側に回線していくものと、あとは下背、下に下げる動き、そしてちょっと外側に動かす外転っていう3つの要素を持ってるんですね。これだけ見ると猫背にさせる要素ではないんじゃないかなっていうふうに思った方もいらっしゃると思います。そうなんです、小胸筋の働きだけを見れば実は猫背にものすごく関与する筋肉かと言われればそうではないんですね。ただここで問題なのは、すでに猫背になってしまっていて肩甲骨がぐーっと前に、そして外側に反り出している状態で小胸筋がぐっと縮むので、ここがより猫背方向に入っていってしまうという点がポイントなんですね。なのでしっかりと緩めていきましょう、良くなりましたねっていうのはもちろん考えられる要素なんですけれども、これも前にお伝えしましたが、本当の原因は解消しているでしょうか、ね、小胸筋を緩めました、はい猫背治りましたとはならないですよね、はい、なのでしっかりと原因を叩いていかないといけないと思います。そのために重要なのはですね、肩甲骨のポジショニングなんですね。そして、かつ背骨のアライメント、背骨のセットアップっていうのがすごく重要になります。まずは、小胸筋が収縮した時に、肩甲骨が前だったり持っていかれないように、しっかりと肩甲骨をこのポジションに留めておくための筋活動っていうのが必要になってきます。はい、肩甲骨を加勢させてみたりとか、肩甲骨を背骨からしっかりとこのポジションに留めていくような両頸筋だったり、そういった筋肉の働きっていうのをしっかりと鍛えていく必要があります。そして背骨の胸椎の伸展ですね、ここが丸まってしまっていると肩甲骨がここに乗っかってくるので小胸筋の短縮でギュッと縮んでしまうので、ここをしっかりとセットアップしていく、胸椎の伸展をセットアップしていく、これによって小胸筋が働くことで肩甲骨がしっかりとロッキングされていれば、バストトップをグッと上げて逆に胸椎を伸展方向に誘導していく働きになります。なので小胸筋を悪者扱いするのではなく、小胸筋がしっかりと活動できる、正しい運動をできる環境っていうのをご自身で整えていく、それによって小胸筋が大活躍できるビルドを作っていくことが可能になります。次回はですね、この肩甲骨の正しいポジショニングをするのに必要になってくる筋肉、
これらを鍛えていくようなエクササイズを紹介します。そして胸椎が丸まったこの胸の脊柱の部分ですね、背骨が丸まった姿勢をしっかりと起こしていくようなエクササイズもですね、順次アップロードしていきますので、ぜひ皆さんお楽しみにしていただければと思います。今日の動画が参考になったよという方はですね、ぜひ高評価ボタンを、そして引き続き猫背に特化した健康情報をですね、配信していきますので、ぜひ下の猫ちゃんマークからですね、チャンネル登録をお願いいたします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんありがとうございます。